うん、体からインマが離れてくれれば私でも多分除霊はできるのですが。そうですね。助ける方法はあるのですが、ご主人様、手伝っていただけますか？インマは目的を果たせば自然と体を離れます。それではご主人様、マージちゃんにキスをしてあげてくれませんか？嫌ですか、ご主人様？私もそんなの嫌です。まあまあ、仕方がありませんね。すぐに終わるので我慢してくださいね。いや、やっぱりキスするならご主人様が。ダメですよ、わがまま言ってはご主人様が困るでしょ。気をつけてください。それがインマの実態です。コノハちゃん、今です。除霊を。
方がありませんね。そんなに怖がらないで、すぐに終わりますから。いやご主人様、木の葉ちゃんを押さえていてください。待ってください。今大事なお札を使えば、そんな手段を使わなくても。持ってはいませんが、2、3時間、いえ、4時間あれば書き上がるかと。ごめんなさい、この葉ちゃん。さあ、すぐに終わりますからね。お願い、話して。私、初めてなんです。大丈夫ですよ、木の葉ちゃん。私は女ですから、ファーストキスにはなりませんよ。でも、それに、時間が経てば経つほど苦しさは増していくのですから。そんな。外したか。遅れて申し訳ありませんでした。他の魔物に気を取られてしまっていて。それはとにかく、どうやら今はこの部屋から逃げていってしまったようですね。幸い、インマの行き先は限られている。探し出して一刻も早く除霊せねば。
大丈夫。あの種類のインマは同じ相手に取り付くことはありませんから。そう、魔物は今頃新しい獲物を求めて屋敷の中を漂っているはずです。ご安心を。呼び出された魔物を封印すれば、絵はちゃんと元通りになりますから。たとえ封印に失敗しても、憑依する相手がいなくなれば、やがて絵に戻るでしょう。ええ、ですから一刻も早くインマを捕まえ封印しないと。ご主人様、インマの気配がします。確かにこの部屋の中から気配がしますね。かわいそうに、苦しいのですね。マム、何をするの？大丈夫、マムに任せて。主人様、ええ、そのおかげさまで。Thank you.
がですか？できましたわ。今度は私が憑依されちゃったみたいですわ。主人様、私にもキスを。やめた方が。まあまあ仕方がないですわね。何か。マージちゃん、お願いがあるんですけど。お願いって。はあ、さっきあなたにしてあげたみたいに、私にも。私、どうやってやったらいいのか。大丈夫。ほら、ここをこうして。ほら、真似をして、私と同じように。はい。こうですか？そうよ。じゃあ次は。かわいい子。フィンさん。まだですか？何を見てるのよ、スケベ！ご
主人様、いないで、お願い。ないでください。マムを除霊するのに手間取って、ご主人様、おかげさまでなんとか除霊できましたわ。失敗しましたが、ご心配なく。憑依する相手がいなければ、明け方には絵に戻るでしょう。大丈夫です。私はちょっとした訳がありまして。無事に騒動が終わって何よりですわ。早速食事の支度をいたしますから。食事といえば、今日の食事のお手伝いは確かエリカの当番だったような。昼間から姿を見ていないけど。もしかしてインマに憑依されているのでは。ご主人様、早く探さないと。エリカの身に危険が。